どうも、こんにちは。今日はですね、健康になってあなたのファンが、行列をなす方法を話していこうと思います。これからですね、年末にかけて、新社会人の人生をハードモードに落とし込むある罠があります。それはですね、飲み会のブレイコ、忘年会ですね。で、ブレイコっていうのは本来ですね、飲み会での席は、ルール無用でいいですよっていう意味の言葉ではあるんですけど、実際は違います。上司とか先輩たちはですね、ブレイコでのあなたの振る舞いを見て、あなたが会社にとって不平分子かどうか、で、上司とか先輩にとって味方なのか敵なのかっていうことをですね、判断する材料となっています。その罠ということを知らない新人さんはですね、入社してようやく仕事や人間関係にも慣れてきてですね、気が緩みがちなこの忘年会は要注意でございます。日頃の鬱憤とか不満がですね、アルコールの力を、借りてですね、ムクムクと盛り上がってきて、そこにブレイコで行こうじゃないかという上司の言葉があればですね、ポロッと本音が出てしまうもんです。そして上司に酔っ払った勢いで肩に手を組みながらですね、タメ口で話しかけてみたりとか、会社批判をしてみたりとか、先輩に説教したりとかっていうことを始めます。で、この飲み会の席上はですね、酔っ払いだなということで不問になるわけですけども、翌日はですね、もうそのブレイコっていうのは解除されていますので、席上の失態っていうのはですね、会社のメンバーの心の中に深く刻まれてしまいますと、いろいろ書いてきましたけども、要するにですね、日本では本音と建前という文化があります。でもこの文化がですね、あなたの健康を害して人気を下げ、年収を下げる原因だとしたらどうでしょうか。私たちはですね、他人に自分はいい人ですよというアピールがしたいために、思ってもいないことを口にしたりします。例えば、ハゲでデブな社長がいて、容姿を小馬鹿にしているとします。でも、話をする機会があれば、さすが社長、大物のオーラが出てますね、なんてバスへのスナック嬢のような容姿をしてしまいます。これは当然自分のためなんですね。容姿をすることによって評価を上げてもらって得するためにやってるわけなんですけど、これは2つの理由で失敗に終わります。1つはですね、容姿をしていることが、社長にバレるっていうことで、もう一つはあなたがストレスを抱えて病気になるっていうことです。まずバレるってことなんですけども、よいしょっていうのは本当に数回 短期であったりとか、相手に下心、例えば口説きたいとかいう下心があればバレませんけれども、やっぱり長い期間過ごしていくと、もう結局相手の本心っていうのはバレてくるわけです。で、人っていうのはそういうところに関して、優秀な人だとかバカな人だとかって関係なしに結構敏感にキャッチができてきます。なので、俺は器用で世渡り上手だ、要領を得てるっていうふうに言っている人ほどですね、最初は人気者でもだんだん化けの皮が剥がれていくもんです。で、次に、ストレスになって病気になるっていうことなんですけども、よいしょしてるっていう自覚があるっていうことは、自分では思っていない嘘をついているっていうことになります。これが結構健康に影響が出ます。と言ってもピンとこないかもしれないんです。では、ちょっと具体的に分かりやすい例をあえて出すことで理解してもらえればと思うんですが、例えばあなたが車を運転してるとして、車のアクセルを踏みながらブレーキを踏んだらどうなりますでしょうか。エンジンは稼働してるけどもブレーキもかかっていて前にも進めない。でもガソリンは浪費している。で、ブレーキもエンジンも傷んでしまう。っ
ていうことになります。それと同じことがあなたの体の中でも起こってるっていうことです。なので、思っていること、やっていること、行動ですね、喋っていること、感じていることの4つっていうのは、なるべくですね、一致させた方がいいわけです。この4つをですね、まあ、4個のタイヤとして考えていって、その4つがですね、東西南北とバラバラの方に進もうとしたらどうでしょうか。そうなったら全く動かないか、4つの中で一番力が強い方に引きずられるっていうことになります。でも、仮に進んだとしても進む速度は遅いし、もう力もかなり浪費してしまいます。じゃあ、逆に4つとも同じ方向に進もうとしたら、というのをイメージしたらどうでしょうか。おそらく、いつものもう4分の1ぐらい、もっと少なくても、今まで以上の成果を出すことができるということです。そうすれば、力なんかも抑えてても結果は出せるっていうことです。ということは、当然無理する必要ありませんし、結果が出るのでお金にも苦労しなくなるっていうことです。そして、その副産物としてあなたにはファンができます。それは、あなたが周囲に裏表のない人と認識されるからです。なので、あなたの主張に反対意見の人は離れていくかもしれないんですけど、あなたと同意見の人はあなたのファンになってくれるんです。これは人間誰しもですね、裏切られるのが怖い。で、合わせてるだけ、表面的な人っていうのは、まあ、避けたいっていうふうに思うので、人と接するのにある程度の距離感を置いて接します。でも、あなたが、まあ、裏表がないと認定されたとしたら、みんなは距離を取らずに接してくれるようになるからなんです。で、実際、本音トークする有名人が人気者であったりとか、その人が勧めた商品の売り上げっていうのが一気に上がったり、影響力があったりすることからもわかると思います。じゃあ、その4つを一致することが大事なのかわかったと。じゃあ、先ほどの社長に、ハゲ、デブ、キモいんだよと言えばいいんだろうという人がいるかもしれませんけど、まあ、それ言ったら当たり前ですけども、クビになってしまいます。じゃあ、嘘をついてもダメだ。そうしたら病気になって貧乏になって孤独にならないといけないのかというとそうではありません。そんな場合は、悪口しか思い浮かばなければですね、話さなければいいわけです。もし話す必要があるのであれば、あなたが本当に思っていること、例えば社長がスーツが高級なものを、格好悪くても高級なものを使って着てるなと思ったら、そのスーツ高そうですねと、高いんでしょとか、時計かっこいいですねとかですね、本当に思っている褒められる要素について社長に話しかければいいということです。と、いろいろと書いてきましたけども、私も正直できているというわけではありません。でも、こうやってお話しすることをきっかけにして、ちょっとでも4つの車輪をですね、同じ方向に持っていって、健康で、お金持ちで、人気者という状態に近づきたいと思っております。なので、一緒にこの4つのものをですね、一致する練習をしてみてはいかがかなと思います。で、もっとわかりやすく教えてほしいとか、どうすればこの4つを一致できるようになれるのかっていうのをステップバイステップで教えてほしいっていう方にはですね、下にリンクを貼っておきますので、そちらの方で確認していただけるとありがたいと思います。今日も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。